休んだら朝になりました。赤目のやつが見当たらねえ。どこに行ったんだ。え、脱走。おっと、ゆっくり休めた上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ、俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流。ものは相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所って、どうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る、VIP たちの秘密の遊び場や。嫌な予感がする。キャッスル。キャッスル？キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば大阪城じゃねえだろうな。持たされた人とかがな。虎やし。花輪が捕まってんのか？釣るのは俺に何をさせる気なんだ。うちの仕事を手伝ってくれる？早うキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。マリオじゃないんだから。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。あ、その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか。当たり前や。何でも嫌だもんな。国土がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。赤面も戦力に入ってる。囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。なんで？うちはその後の面倒を見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。一人だとどうするつもりだったんだ。そのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃ、さっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。
さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、なんで？親らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。出るって幽霊みたいに言うやん。こいつらか？な、ええやろちゃん。屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。ビジネスやってるな。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんって。あれ方は今騙されて思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなになってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよ。こら、何べん同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。切れすぎやろ。なんやこれ、おっさん。お前らが囲いやが、ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。ああ囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はねえ。さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。この貧困ビジネスにかかっちゃうと最初は助かるんだけど一生食い物されるよ。ちょっと待って。これただね、この落としたいんですよ。落とせる？落とせる？まさか？あ、違う。落とせない。え、今作の桐生さん超優しいじゃない？ちょっと新技見せましょうか。まあ、技というか、ちょっとしたテクニックなんですが、まあ、どれが最大なのかはまだ全然わかってないんですけど、このワイヤーあるじゃないですか。ワイヤーを押して、引いてるところで、待てた。浮くじゃないですか、こんな感じで。なので、これを利用して、変えて、ここで、これをするっていう、どれが最大コンボかわからないんですけど、これがかなり強力ですね。このワイヤーかかってしまうと、バウンドして、何発が入るので、何発か入れてから、の方がいいかもしれないですね。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは近江の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。四つ寺海岸、小規町西にある、あそこの2階や。分かった。じゃあ、しばらく寝てろ。おおきに、おかげで助かったわ。歯一本持ってこ。さっきのやつら、近江連合を言うてたで。あんた、大丈夫なんか？この町に長いする気はないんだな。あんたは？え？もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか？この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか？
ああ、じゃあな。ここだね。囲い屋はここにホームレスを押し込めているはずだ。ここ賭場とかもねあって、前回この3階とか屋上でワイヤーで撮りましたけれども、上なのかな、そっち。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな、このフロアが全部そうなのか。監禁じゃん。おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。住んでんの？どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋、外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。おお、すごっ。くさーってこと？長いこと換気もされてね。大丈夫？ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。近江連合組、いかんな近江連合。痛い、死にさらせ。お、ほい、ほら、お前もそれ使うのか。こいつなんかワイヤー効かな、お、効かないわ。やっぱり効かないやつにはしょうがないよな、これで。お、キャンセルしてくる、やば。おいおい、やばすぎる。ずいぶんかき集めたもんだ。こんなことしてただですまんぞ。わしらは組の人間や。近江連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。近江連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けねえ。おまけに近江の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。でもしのぎなくなったら上納金を納められないじゃん。結局上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかしい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いや。はあ、悪いに決まっとるやろが。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして
せやったらお前が代わりに入ってみ。後から来ただけなのにものすごい偉そうにしてるな。囲ってた皆さんの通常、身分証、こいつが倒したかのように。全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。上流かな。そういうことだ。いや、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？討伐するか？じゃあ。いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。行政につなげるよ、ちゃんと。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す人の道に外れるわ。そもそもうちが何でもやとか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあ、もうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。で、さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわして制覇すんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。バイトヒーロー.com か。ええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？まあ、ちゃんとしたクエストなんだろうけどね、この人の場合は。分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。さらうって結構稼いだよ。いやー、しびれるわ。ほんまお気に。あんな少し長くなるけど居眠りしたらあかんで。上流、できるだけ手短に頼む。ここら辺はあれかな、外回りの仕事。あのね、大仕事を任せるのは、赤目ネットワーク、チャイルドマンネットワークみたいな理由やん。ネットワークを強化することになるんだ。ホームレスの皆さんと同じ理屈や。それでどんどん上範囲を広げていけっていうか、輪を広げていけって感じか。
レベルも上がってくる、ね、レベルとか言い始めたんですけど、ああ、まあランクみたいなのがあって、どんどんランクが上がっていって難しいミッションが受けれるようになると、レベルが3以上にアリアハン脱出できますかね、それ。サポートマップ。おう、まあ、これはおいおい。困っている人に話しかけよう。そんなのもあるんだ。じゃあまあ能動的に探して解決していくって感じなんだ。ここで、ん？差し入れ？あ、こいつタバコいけんだ。メビウス、じゃあ渡してみるか。タバコ、なんかレベル上がったじゃん。あ、ワカメネットワーク。お疲れさん。レベル2になったから、あ、お金もらえた。お前その金でメビウス買えよ、500円ぐらいだったんだから。投資？ああ、1万5000。うん、全然あるから。投資しましょう。赤目ショップ。お、即日。え？怪しいおじさんメイクなんだそれ。ああ、ポイントが欲しい。怪しいおじさんメイク欲しい。なんか、いますね。こっちにも。近い方から行くか。うぐぐぐぐ、お腹が。データスタミナンライトは持っているので、あげましょう。あ、スタミナンライトか。スタミナンライトじゃなかった。スタミナンライトは持ってねえわ。じゃあ、スマホを見ながら歩いとったのはあんたやろが。歩きスマホが憎い。ミッションに挑みますか。ああ、こういう感じのやつなんだ。なるほど。じゃあこれは勝手にやっときます。一回アジトに顔出してくれる？待っとるで。なんかメール来ました。もうちょっとやろうかな。あ、ありました。あ、ロッカーキー A の2。ここポッポなんですが、この一番左上じゃなかった右上のポッポね。高級焼肉弁当持ってます。はい、あげます。あ、高級焼肉弁当あげたら、10個達成した。そして、嫌な予感がする。ティッシュを一つくれませんか。買ってきたんだよ。この佐川のトイレね。ここに落とし物あるんじゃないかと思ったんですけど、なかったんですよね、これ。佐川のトイレ。俺とダーツやろうぜ。今作のダーツって、昔のタイプじゃなくて、ロスジャとか、ジャッジアイズとかと一緒っぽいですね。ビギナーダーツ。ペンシル。スペック A。A、B、C。じゃあ、ペンシルがいいじゃん。01で行きましょうか。じゃあ301。ちゃんと上流に。いつものやつ。ゲームオン。あ、だいぶ早いな、でも。ああ、ちょっとずれた。ほい。おお、危ねえ。あ、やばい。外した。おい、パーフェクトは逃したが、はい、オッケー。いやー、2ラウンド目ブレたなー。ダーツ初勝利。あ、バカみたい入ってる。まあ、今回はさよならサイレントナイト、これを歌ってくれということだったので、
まあ、これでね、赤目ネットワークの依頼が全部終わるんですけれども、この歌を送るぜ。この曲は初めての曲かな。今まで聞いたことない気がする。もう一度、尾道を尾道を尾道を間違えた。おお、難しい。めっちゃ難しかった。すげえ難しい。自分で歌う曲、尾道雄が惑わしてくる。まだ終わってねえし。あはは、80点ぐらいかな。ちょっと間違えすぎましたね。尾道雄のせいで。81、ギリギリ。まあ、こんなもんだな。お、あれ、悦子がいない。終わらせてきたで。上流。お疲れさん、上流。外回り慣れたみたいだな。ガンガン上げてもらって、は、上がったけど。5ぐらいまで上がったけど。うん。目立った活動？まあ、下着を引っ掛けた人とかもいたけど。あとティッシュの人が2人いましたね。お願いした依頼があってる。また？嫌な予感がするが。悪い話じゃないで。また新しいやつか。あ、アジト。お、緊急依頼。一番上のやつを選べってことか。頼むわ。キャバクラ？ん？ん？ヘブンリー。生っぽいキャバクラ。ん？キャラメルみたいに言うやん。雑誌の締め切りがギリギリで、至急誰かに見てきてもらって感想が欲しい。素人が言ってもしょうがないでしょう。誰がむっつりスケベだ。桐生さんが突っ込んだ。仕方ねえな、生っぽいキャバクラ。ちょっと気になるし、気になってんじゃん。桐生さん、こういうの結構好きだよね。ちょっと待て、その前に。待っとったで、ああ。用事はない。おー、レベルが3になって。いや、もっとでしょ？これってあれかな？あ、まあいいか。一回投資。新プロジェクト。あ、亀ショップ。そして、大きくせえへん？何を？ネットワークを？ああ、ポイントが大きくなる。
終了終了。お得に強くなりたい。5%。おお。買う買う。あ、まだあるんだ。まだあるわ。これも、これはとりあえず、この、これと、タクシードライバーでしょ？これは5の時のね。で、これは3かな？ドラゴンマスク。サイバーサングラス。メガネカテゴリーから。まあいいか。あ、なんかレベル上がった。お、これは？タイヤ？あ、これは、あれか？ポケサーか？草履は何なの？買っとくか。一点物は買うに限る。これのイカ様のやつもね、欲しいんですけど。まあ、それは後でいいかな。増えてる？新プロジェクトあるじゃないですか。30万、ちょっと待って。地点も積もれば。あ、ドロップ率上昇。いいっすね。これは？モサエの第一歩。10% 減少。ポイントがさらに増える。これは赤目ショップの品ぞれが増える。あとはもう、終わりか。赤目ショップ。あ、金玉。金玉もらいましょう。2個目。フィンと、あ、プレミアダーツもある。これがあればもうちょっと楽だったな。あ、さらに来ましたが、ちょっと金がない。ちょっと金貯めていきましょう。